はい、どうも。いや、どうしよっかな。ちょっと一回パソコン再起動してからで、なんだよこのトーク。そこはさ、あの動画じゃないとこで言うやつじゃんっていうね。まあまあまあ、じゃあ普通に、じゃあ YouTuber ディスりじゃないトークしようか。今ね、あのお母さんから電話来て、マックですよ。もうね、すごいな、デブーじゃん。絵に描いたようなデブじゃん、それは。うん、ね、俺を描いた時に片手に持ってるやつみたいなね、マックっていうね、デブを描いた時に片手にね、ポテトね、片手にポテトじゃねえ、片手にバーガー、もう片手にね、あのこれ、これってなんだこの表現ないな、まあジュースみたいなね、絵に描いたようなデブの生活すなって話で、すごい唾飛んだね。えもうちょっと お腹冷やしちゃった。あやん。いやね、いや、消えてんのかなって思ったら、あの、ついてんのかなって思ったら全然消えてなくて、ん？ついてんのかと思ったら消えてたんだよ。でもついてるっていうね。いや、どうしようかな。ちょっと一回再起動しようっていうね、あの、パソコンを。いやー、もう、あとトイレ行くしね。いろいろやってからやるって、YouTuber ディスリーが。で、YouTuber ディスリー準備動画っていうね。いや、でも俺めちゃくちゃね、やっぱ自分の悪い部分が出るんですよ。人のね、何危害されてないですけど、文句言いたい時はあるんですよ、僕にも。ね、僕クソ人間なんで。じゃあね、バイバイ。あ、でもそんなにね、悪く言うつもりはないです。え、これで終わんのってお前。え？ってなると思うでしょ。いいんじゃ、それで。これが一日毎日一本投稿されるわけじゃないんだから。はい、バイバイ。